というわけで自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで、たまに中華料理ってがっつり食べたい時ありますよね。というわけで買ってまいりました。それがこっち、ダーン、新満屋さんのカニレタスチャーハン&麻婆茄子弁当です。緊急事態宣言発出された後でもやはりがっつり食べたい、そんな時ってあるでしょう、ということでね、こちらちんまやさん、私の動画でね何度かお伝えしたことがあるがっつり中華料理がいただけるお店ということなんですけれども、こちら麻婆茄子弁当ご覧ください。これ普通盛りでこんだけねご飯持っていただけるっていうね、デカ盛りのお店でもあるということなんですけれども、こう蓋を開けた瞬間に香ってくるね中華料理独特のちょっとオイリーでそしてスパイシーな香りたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでまずはね、麻婆茄子からいただきますよ。いや茄子ってね栄養ないないなんて言われたりしますけれども、いや好きなんですよね、この特にねトロットロの茄子ね大好きだったりするんですけれども、いただきましょう。うん、柔らか。うわーすげえ、茄子がねどうだ、あの種の部分ですか、あのスカスカのところにまるでスポンジのようにねこのね麻婆あんが染み込んでて、茄子自体はそんなに味はないんだろうけれども、食感とこのね麻婆の相性が抜群で、これは本当に夢に、ね、決まりましたね。いやこれは美味しいな。まあひき肉は入ってるんでしょうけれども、思えばね野菜だらけのじゃあおかずっていうことで、まあヘルシー的にもいいんじゃないかななんて思ったりいたしますね。そして付け合わせはザーサイとプチ麻婆豆腐が入ってるっていうことでね、いやこれはすごいな。おかずとしてもねバッチリ、もうご飯が進まざるを得ない一品といった感じですね。はい、それではカニレタスチャーハンいただきましょう。ちょっとね今までとは系統が違って上品な印象さえあるカニレタスっていう具材に初挑戦ですけども、いただきましょう。味付け自体はむっちゃあっさりめのチャーハンなんですけれども、カニの出汁がねご飯全体に行き渡ってて、いやこの素朴な味わい、いやたまりませんね。いやもうねこのカニチャーハンを置かずにライスいけちゃいますね。はい、というわけでこちら完食です。いただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。さすがチンマーヤさんといった感じでね、むちゃむちゃ濃い味付けでスパイスの風味もすごくって、もうパンチがすごくってもう汗だくでパーカーに汗がポタポタと滴り落ちながら、かき込む麻婆茄子、麻婆豆腐、いやこれ最高でしたね。味の濃い味噌だれの麻婆茄子とあっさりめのカニレタスチャーハンとの相性も抜群で、いやもう一瞬でペロリでしたね。カニレタスチャーハンの方はカニの出汁がね
お米の一粒一粒にまで染み渡ってるといった感じで、繊細な味わいだったっていうのもね、特徴的だなぁなんて思ったりいたしましたね。いや両方ともね、個性が際立っててとっても美味しかったと思います。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はチンマーヤさんの麻婆茄子弁当&カニレタスチャーハンいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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